アントニオ・カルロス・オルテガ・ペレスは、スペイン・マラガ出身の元ハンドボール選手、指導者。現在は、ドイツ・ブンデスリーガの TSV ハノー・ファーブルクドルフで、監督を務めている。クラブ1971年に、マラガに生まれた。1990年に、出身地の BM ・マラガからデビューし、1994年に、FC ・バルセロナに移籍した。FC ・バルセロナでは、 EHF チャンピオンズリーグで6回優勝しており、1995から96シーズンからは5連覇を果たしている。国内リーグのリーガソブルでもやはり6回優勝しており、1995から96シーズンからは5連覇を果たしている。EHF スーパーカップでも5回優勝するなど、当時の FC バルセロナは絶頂期にあった。スペイン代表スペイン代表としては、 1998年にイタリアで開催された欧州男子ハンドボール選手権に出場して銀メダルを獲得した。決勝ではスウェーデンに敗れている。2000年にクロアチアで開催された欧州選手権では銅メダルを獲得し、この時には準決勝でスウェーデンに敗れている。2000年夏にはシドニーゴリンハンドボール競技に出場して銅メダルを獲得した。 自身は8試合で31得点を挙げている。2004年にはアテネゴリンハンドボール競技に出場したが、スペイン代表は7位に終わった。自身は7試合で23得点を挙げている。2005年に選手を現役引退すると、同時に BM アンテケーラの監督に就任し、2011年まで指揮した。2011年にはハンガリーネムゼティバイノクシャーグアイの MKB、 ベスプレイ MKC の監督に就任し、2013年、2014年、2015年には3年連続で国内リーグ、国内カップの2冠を達成した。EHF チャンピオンズリーグでは、2013から14シーズンにベスト4となり、2014から15シーズンに準優勝している。2016年1月には、第17回アジア選手権までの1、月間限定で、 日本男子代表の監督に就任した。この大会で日本代表は3位となり、翌年の第25回世界選手権の出場権を獲得した。アジア選手権後には世界選手権まで契約を延長した。2017年1月の世界選手権では22位に終わった。ありがとうございます。